はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はね、9月の6日、えー、の金曜日を迎えております。えー、まあ皆さんにおきましたね、えー、また、いよいよね、新たな週末を、週末を迎えようとしております。私もね、頑張って <laughs>、自分の仕事もそうだけど、頑張って YouTube 活動やってますということで、毎日毎日、皇室関係の話題つきませんね、といったようなことをね、えー、前から言っておりますけれども、今回も話全然つきません。皆さんにお伝えしたい内容ばっかしです。えー、といったようなことで、 えー、話を進めてていいいいきたいなという,ふうに思っておりますはい、今回の話題に関してはねあの例のですね、えー、昨年のね秋篠宮ご夫妻のイギリス戴冠式のご出席とね、えー、実際に、えー、天皇皇后両陛下もイギリスをご訪問されておりますよねその時のね宿泊費に関するお話 実は実はなんでですね、天皇皇后両陛下よりも、この秋篠宮ご夫妻の方が宿泊費がこんなに高いんだ、みたいなね、そんなような話です。全くもってですね、矛盾だらけというかですね、こういったようなえ話をするとね、なんかいつもですね、両陛下に関しては、質素倹約といったような、以前からのその皇室のね、持ってるような、まあ国民として敬愛できるようなですね、そういったお話が多いんですけれども、 このアクションのみ家けに関しては何でもかんでも浪費みたいなね。えそういった話ばっかしなわけですよね。そういった話をさせてもらいます。最後までいつものごとくご覧くださいませ。はい、えー、そういった中でね、アクションのみ家けに関するお話をしたいんですけど、まずね、今ご覧になっていただいているのは昨日出ていた朝日新聞のウェブ上の記事です。まあね、皇室関係というか、ま皇、あ、室を語ってというかね、そういったような詐欺事件。 まあ、桃の献上事件、以前ありましたよね。で、そのことに関して、えー、実際判決が下ったというような記事が上がっておりました。えー、今ご覧になっていただいている朝日新聞のね、えー、まあ、題目にもある通り、皇室に桃を献上、えー、東大客員教授を語った詐欺事件、えー、被告に有罪判決ということで、えー、この被疑者だったね、えー、まあ、農業園芸コンサルタントというね、加藤正夫被告、 もうこの人76歳なわけだよね。76歳になってさ、そんなことするなよみたいな感じですけどね。えー、昨日、福島地裁は5日、まあ、昨日ですね、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡したといったような記事が上がっておりました。まあこれ皆さんもね、覚えてらっしゃいますかね。えー、具体的には2022年、一昨年の6月に、えー、この福島市の桃の農家に対してね、 宮内庁の陰影を偽造したような健常依頼書をね、えー、その農家に渡して桃を要求して、えー、そして桃の4箱16,500円相当を騙し取ったといったような疑いだったんですね。またこういったような同様の手口でね、茨城県の農家からも椎茸2キロこれが6,000円相当らしいんですけど、それとトマ,コト,マト2箱、これが12,000円相当を騙し取る 等ですね、ミス1件を含む計4件の詐欺事件に、えー、このね、加藤正夫被告が疑われていたというね、えー、実際に告訴を受けていたといったことで、えー、昨日ね、えー、今お話をしましたように、えー、懲役3年、執行猶予5年の刑に処されたというようなことです。まあ、こういったようね、まあ、実際にその皇室に絡んでるというか、皇室の名を語ってですね、そういった詐欺事件ありましたよね。 まあ、こういったようなことを見てもね、皇室にまつわるような健常品、これに関わるような人はですね、実際にね、えー、こういった有罪判決を受けるわけですよ。ね、世間一般的には悪いというふうに見なされるわけですね。 はい。でですね、この記事をなぜ持ってきたかというと、私も最近しょっちゅう言ってる、嵐山通船のね、話ですよね。はい。嵐山通船が、山品鳥類研究所にね、具体的に、相関上元章の中で計上しておりましたよね。 えー、紀子妃殿下そして悠仁様に対するね、まあ、金額は確か1万円ちょっとぐらいだったという記憶がですけどもあのねプレゼントをしただとかさ秋篠宮殿下には100万円を2回献上したたらとかねそういった話ありましたよね、まあ献上したのはね、えー、実際にこの山下鳥類研究所宛ての創刊状元帳の出費のね、えー、まあ伝票に記さ,記されて記されていたということらしいですけどもまあそういったようなことに関わっているんですよ。 ね、早くですね、秋篠宮殿下もね、京都地裁に出廷してくださいよ、といったようなことをね、言いたかったんですね。まあ、それゆえに、こういったような、まあ、皇室の名を借りて、えー、まあ、実際にね、詐欺事件といったようなことで、まあ、先日ですね、判決が出たということで紹介させてもらいました。はい、で、次のページ。 はい、ここからがね、今回の、えー、本題の話ですね、えー。冒頭でお話ししましたように、いつもね、契約をもっとうとされている両陛下、それと全く逆にですね、うん、まあ、浪費をもっとうとされている秋篠宮家、みたいな話が、現代によって暴露されちゃったよ、というような話ですね。はい、えー、でですね、今ご覧になっていただいているのは、これは昨日もね、私動画の中でお話しさせてもらいましたが、 えー、まあ、佳子さまがですね、あのギリシャ訪問において、なんとなんとホテル代だけで1473万円も使っていた。まあま、ね、あ、一般国民からすればちょっと考えられないような金額ですけどもね、一体全体どのスイートルームにね、えー、お泊りになったんでしょうか、みたいな話。これはね、えー、昨日の動画でもお話しさせてもらいました。というようなことと、はい、えー、次のページなんですけども、えー、今回ね、 え冒頭でお話しした秋篠宮ご夫妻ね、戴冠式に行かれましたよね。その時のホテル代、そしてですね、両陛下がイギリス訪問された時のホテル代の比較というような話。で、一番上に書いてある通り、まあ天皇陛下というといつもね、質素倹約をモットーとされておりますよね。それと裏腹にといったような話なわけです。 で、実際はね、えー、宮内庁が公表したですね、随意契約に関わる情報の公表。まあ、このね、えー、話で明らかになったということで、まあ、バレちゃったっていう話なんですけどね。はい、えー、でですね、例えば、えー、今年のね、6月22日から8日間、でね、えー、天皇皇后両陛下がイギリスをご訪問されましたと。で、えー、このイギリスご訪問に関してはね、えー、まあ、あの、例えば両陛下が、えー、あの、エリザベス女王のね、 国葬に訪れましたこれが2022年だったんですけども、まあ、その時も含めて、えー、まあ高級ホテルと言われているねクラリッジスのホテルに泊まってお,おられましたよね。まあこの、えー、まあクラリッジスのホテルに関しては非常に有名なホテルでね、えー、例えば、まあ、当然5つ星なんですけども、まあ、チャーチル元首相をはじめとしたね例えばヨーロッパの要人の方がお泊まりになる。 といったようなことで、日本においても、例えばですけどもね、えー、吉田茂、まあ元ね、えー、首相も泊まったことがあるといったような、まあ由緒あるホテルなわけですね。はい、えー、そういったようなホテルに、まあ両陛下もお泊まりになりましたし、秋篠宮ご夫妻もお泊まりになったといったような話です。で、えー、前回のね、ちょっとすみません、日が強くなっちゃったので、ちょっとカーテン閉めますね。ちょっとカーテンを閉めます。この方が見やすい。 ちょっとね、日差しが強かったんで、カーテンを閉めました。はい、えーと言って、まあ、それはいいんですけども、まあ、そういったようなね、クラリッディスのホテルなんですけども、当然、超高級ホテルですので、まあ、宿泊代はね、ある程度するわけなんですが、えー、まあ、今言ったようなね、今年の6月22日からの両陛下のイギリス訪問、これは、 チャールズ国王からのご招待だったわけですね故にこの宮内庁のこの随意契約云々といったところに記帳されている金額に関してもですね実際に記帳されているのはこのクラリッジスの宿泊費に関しては記帳されておりません具体的に記帳されている宿泊費に関しては別ホテルのものすなわちですね当然この両陛下とともに えー、実際にね、えーまああの、例えば SP の人だとかね、外務省の人,だ人,人たちだとか、そういったような人が当然、えー、一緒に訪米、まあさ,えー、されているわけですよね。その時の質量で約228万円が、まあ、実際に,北に規定人数を超過した職員や関係者のものということで記帳されているだけなんですね。まあ、先ほども言いましたように、あくまでもイギリスからのご招待だったというようなこと。 これが先日の6月のね、両陛下のご訪問に関する、まあ、宿泊料だったわけですね。まあそういったようなことが詳しく、この上に書かれている随意契約に関わる情報の公表ということで明らかになっているわけです。で、次のページ。はい。でですね、それとともにね、両陛下は、まあ皆さんも思い出してもらうとわかる通り、2022年の9月ね、 エリザベス女王の国葬ということでこれもね弾丸ツアーというかね弾丸的な公務だったんですけども実際には2泊でしたかねやはりこのクラリディスにご滞在されましたよねそしてこの2泊した時の、えー、実際のです、ね、宿泊料に関しては、えー、まあこの先ほど言ったです、ね、随意契約なんちゃらに関わる公表ということで1282万円が記載されていたといったような話ですね。 で、えー、まあ、この時にはですね、えー、実際、宮内庁の職員だとか、外務省関係者等においてはね、別れて宿泊していたといったことです。はい、えー、なんですけども、片屋という話で昨年の5月、はい、チャールズ国王戴冠式、ね、今思ってもですね、なぜ秋篠宮ご夫妻がこの戴冠式にご出席されたか、いまだに謎ですけども、まあ、ちょっと今回その話は置いといたとしてもですね、 この時の、やはりクラリディス、この時の滞在費用、えー、先ほどの随意契約なんちゃらの公表によるとですね、計上された金額はなんと2000、飛び59万円であったとで。先ほどの両陛下、この時もやっぱり2泊だったですよね。で、同じ泊数にもかかわらずですね、なんと700万、800万円近い金額がですね、両陛下よりもこの秋篠宮ご夫妻の戴冠式の時の方が高額にかかっている。 これは一体何ぞというような話なわけですね。はい。えー、でですね、加えて、えー、この両陛下のね、国葬の式の参列時のホテル代支出、これもですね、すべてを、すべて、先ほどの1282万円、プラスですね、例えば、宮内庁の職員だとか、えー、そのね、他の同行者、分かれて宿泊しておりましたけども、それをすべて合わせたとしても、1838万円。 えっていうような感じでそれよりも、えー、今言ったように、えー、この秋篠宮ご夫妻の、ねえー、宿泊費2059万円高いこれは一体なんちゃらなんですかっていうような話なわけですね。でまあこの記事がね、えー、書いているような話まあこれは天皇陛下がいつもお話というかねもう、えーまあ、振る舞いからもわかるようないつも質素契約をモットーとされているような天皇陛下。 まあこういったような当然国民の税金が支出されるこういったようなことであまりね困惑になったらお心を痛められるからこういったような金額に抑えられたのでしょうといったようなことを言ってるんだけどでもねいずれにしてもですねこの秋篠宮ご夫妻の金額が天皇皇后両陛下の宿泊費より全く同じ宿泊数だったにもかかわらず超えている。 これはやっぱりおかしいよね。どう考えたとしてもおかしい。今言ったように、天皇陛下においてはですね、いつも必須契約を持っとされております。で、そういったようなことが、やはり皇族の方々としての精神にね、伝わっていると思うんですが、秋篠宮家のね、秋篠宮ご夫妻に関しては、そんなこと全然考えないんだろうね。多分ですけども、これは私の勝手な想像。おそらくその税金だとかね、税金を使ってるだ。 とかかそそうういいいったよななな感覚ははおらくないんじゃないですかこのご夫妻に関してはだからね、えー、まあいいだろうみたいなことで使っちゃってるんでしょうといったようなことを考えざるをえないような今回の現代による暴露だと思いますね。はい先ほども言ったように佳子さまにおいてはないなにもうギリシャに行って1,500万円近くもホテル代使ったとかさとてもじゃないけど。 その一般国民から考えればねとんでもない金額をね一生しているわけですよ。そういったことに関してもねやはり皇族の方々としてのお考えがあまりにもね、えー、その陛下の質素倹約とはかけ離れているといった秋篠宮ご夫妻そして秋篠宮ご一家の、ね、方々なんじゃないかなというふうに私は思いますけどねまた皆さんどう思いますかっていうような話です。はい一旦変えますね。 はい、えー。ということで、えー、今回の動画に関しましては、具体的なですね、秋篠宮ご夫妻が戴冠式の時に使った、えー、とされるね、えー、宿泊費、そして、えー、両陛下が、えー、国葬の際、えー、エリザベス女王の国葬の際、そして先日のね、えー、チャールズ国王に、えー、よってご招待された、えー、そのね、宿泊費等に関してお話をさせてもらいました。まあ、あの、明白になりましたよね、っていう感じですよね。 まあ以前ね確かあの、えー、これテレ東だったと思いますけどテレ東のアナウンサーはなんかね、えー、その秋篠宮ご夫妻の戴冠、えー、式に関しては全部で6000万円かかったみたいなねことも言っておりましたけどね、まあ、ちょっとそこら辺の、えー、審議というのもありますけどもまあいずれにしてもですね、えー、この事実として今回、えー、現代が暴露していたような記事として、えー、いずれにしても秋篠宮ご夫妻の滞在費が 天皇皇后両陛下の滞在費よりも上回っている。これはね、はい、ご夫妻としてどういうふうに思うんですかここら辺はね、ちょっとご意見をお聞きしたいよね。私のこの動画ぜひ見てね。見て最近こんなことばっかし言ってますけどね。はい、そんなことだと思います。また皆さんどのようにね、思われますでしょうか今回もありがとうございました。バイバイ。